どうも、なおちんです。百英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを使っていこうと思います。ニルですね。ニルはアクティブスキルの魔導ミサイルフルバースト。これがものすごく強くって便利なんですよね。消費 SP3 で敵全体に攻撃をすることができます。そしてルーンですけども、こんな感じにしてます。ノロノロ打ちのルーン、怪力のルーン、水のルーン、戦士の心得のルーン、魔導ミサイルフルバーストのルーン、SP のルーン、プラスとなってます。ニルの弱点ですけども、魔法防御力がかなり低いっていうところなんですよね。魔法攻撃を食らいますと、相当ダメージを受けてしまいます。今回は、戦士の心得のルーンで、あえて力を上げて防御力を下げてやってます。もう、この形でいいと思います。うん、やられた時はやられた時、そういうキャラクターでいいと思います。では、行きましょう。行きましょうか。ニルは装備にスフェーンのバングルを装備しておりまして、SP がプラス1になります。で、SP のルーンをつけておりますので、さらに SP がプラス2になる。確実に最初から SP3 以上でスタートすることができます。これにね、雄たけび力を入れて、フルバーストをすれば、まあまあまあ、ある程度の敵だったらワンパンで倒すことができます。ただし、ニルはね、若干スピードが遅いです。スピードが遅い。なので、スピードを上げる装備をつけたりとか、そういう工夫もちょっと必要な場合があるかもしれません。まあ今のところ、まあギリギリ敵よりも早く攻撃ができておりますね。こんな感じです。フルバーストモードを使います。全体攻撃が本当にね、便利なんですね。はい。ということで今日はニルを使っていきました。MP の消費はなしで、雑魚戦を無双していくことができますので、結構おすすめのキャラクターとなっております。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。